河原山は、熊本県阿蘇郡西原村と南阿蘇村にまたがる、標高1095メートルの山。山頂は、西原村にある。戦死時代の阿蘇山大噴火によって形作られた、東西18キロメートル、南北25キロメートルに及ぶ阿蘇外林山の一部であり、その西端に位置する一方である。山頂表と奥に、 阿蘇後竹外林山の内側にあたる俵山の東斜面は阿蘇カルデラの南里屋に面した急勾配で外林山の外側である西斜面は比較的緩やかに熊本平野へ下る地勢となっている。俵山の名は南里屋から見上げた山陽を積み上げた米俵に見立てたことに由来する。春の野焼きで山腹には広い草原が維持されている。 阿蘇山など周辺への眺望に優れ、登山やハイキングに人気がある。山腹の西側には、熊本市や有明海方面を遠望する、大木坂展望所。東側には、阿蘇五岳と眼下のカルデラを一望に収める、俵山峠展望台がある。山頂へは由良が、池の登山口から登るコースと、俵山展望台の駐車場登山口から登るコース、グリーンロード南阿蘇の地蔵峠からの尾根を、 重走するコースなどがある。熊本市と高森町を結ぶ熊本県道28号線は、かつては、田原山峠を越えるルートであったが、七曲峠とも、呼ばれた急カーブの連続する道で、霧や陶器の道路凍結に悩まされる、交通の難所であった。この田原山峠を越える自動車道に代わって、2003年に、田原山の山腹を頂戴トンネルである。 タワラヤマトンネル、南阿蘇トンネルで抜けるタワラヤマバイパスが完成した。これによって、熊本市から南阿蘇方面への交通の便が大きく改善された。2005年には西側の山腹に風力発電所、阿蘇西原ウィンドファームが建設された。10機の大型風車からなり、熊本市の東近郊からも冒険される。 タワラ山峠からのアソカルデラアソにシハウィンドファーム。ありがとうございます。